はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今日はですね、ちょっとホテルに泊まりに来ておりますので、 Get Ready With Me を撮っていこうかなって思います。コロナ対策とかはね、しっかりとして泊まりに来てます。ちょっと朝ね、早く起きすぎたのでお風呂に入ってさっぱりして、今歯磨きも終わってスキンケアからやっていこうと思います。で、今洗顔だけちょっと終わった状態なんですけど、ピーリングをやっていこうと思います。ピーリングって言うとどうしてもなんかサロンとかでしかやれないイメージがあったんですけど、目変わりあるじゃないですか、今やってるかな。私も目変わりの季節になったら絶対チェックするんですけど、Q10でもすごい人気なブランド、ドクター G っていうとこ知ってます？皆さんドクター G 聞いたことあるかな。もちろん韓国のブランドなんですけど、韓国ナンバーワンのダーマコスメブランドっていうのも言われてるらしくて、本当に韓国の現地の方からとかもすっごい人気で、そこのブランドでもめちゃくちゃ売れてる。ピーリングって言ったらこのドクター G みたいな感じらしいんですけど、そのピーリングをね、私ちょっとゲットしたのでこれなんですけど、これをね使っていこうと思います。ドクター G ブライトニングピーリングジェルっていうやつで、見たことある方もいるんじゃないかな。これ顔濡らした状態で使っていくので、若干水で濡らしていきます。で、これをね、できるの手に取りまして、こんな感じの、なんかクリームっぽい感じ、ジェルかなんですけど、これを顔につけて、私はやっぱ鼻周りが気になるので、この辺を重点的にやっていきたいんですけど、これをこうくるくるっと優しくマッサージしていくんですけど、そうするとね、みるみるもう出てきてると思うんですけど、みるみるこうポロポロになっていくんですよ。これがね、やっぱなんかサロンでやるのと同じぐらい効果がありそうで、楽しい、やってても楽しいんですよ、このポロポロしていく感じが。あ、取れてるなみたいな、角質とかをね、こうケアできるピーリングになってる。ドクター G はね、本当に肌に優しいコスメっていうのが有名なんですよ。敏感肌の方とかでも使いやすいので、あ、でこの目の周りと口の周りは避けてやっていきます。ちなみにこのピーリングはね、オリーブヤングあるじゃないですか、韓国でもすごい有名なドラッグストア、ドラッグストアっていうのかな、あそこでクレンジング部門で3位を獲得してるらしい。売上3位だって、すごくないですか。ほら、こんな感じでわかるかな、ちょっと待って、なんか汚いね、申し訳ない、汚くて。でもこのポロポロ落ちていく感じが、これ洗い上がりがマジでね、ツルッツルになるんですよ。なんかマジでびっくりするぐらい、私は全体的に水気がなくなってきたな、ポロポロしてきたなと思ったらぬるま湯で流します。はい、すっきり。低刺激のやつなので敏感肌の方とかにも使いやすいと思う。私もちょっとね、あんまり強いものを使うとヒリヒリとかしちゃうんですけど、濡れた状態にやってくださいね、皆さん。乾いた状態からやると結構ね、強くこすりすぎちゃうと思うから、こんな感じでマジでツルッツルなんですよ。これやばくない、この鼻の鼻のツヤツヤ感やばくない、本当に気持ちいい肌が。で、続いて化粧水ですね、こちらを使っていきます。ドクター G レッド BC スージングトナーです。これは拭き取り化粧水みたいな感じだから、コットンにひたひたにして使っていきます。これもね、ほんと結構有名だと思うんですけど、拭き取り化粧水とかって保湿効果とかがあんまりないイメージあるんですけど、これはね、すっごいんですよ。結構みずみずしい感じだけど、しっかりと潤いを与えてくれるので、さっぱり系の化粧水が好きな方とかにおすすめ。この後ドクター G のクリーム使っていくんですけど、それと一緒に使うとやっぱりシナジー効果というか、ライン使いしてあげることでより効果的に使える。ほんと軽く拭き取っていったんですけど、全然保湿してくれます。ちゃんと肌を落ち着かせてくれる効果とかもあるので、肌荒れしてる方とかにもおすすめです。優しくやってあげてください。お肌は敏感なのでね、私も前まですっごい洗顔とかもグワッてこすってたんですよ。なんか洗えてる感じがしなくてめっちゃこすってたけど、やっぱね、お肌は優しくやった方がいい、敏感なのでこれも角質ケアの効果あるので、めっちゃツルツルです、今で。今肌に潤いを与えていったので、クリームで仕上げていきますよ。こちらですね、レッド BC スージングクリームです。これはね、マジでヤバいらしい、ヤバいらしいっていうか、ヤバい、韓国でもめちゃくちゃ人気で10秒に1個売れてるらしいですよ。10秒に1個って考えたらヤバくないですかって、こうやって喋ってる中でも10秒経ってるから、その間に1個売れてるみたいな計算ってことですよ。韓国人ってみんな肌がすっごい綺麗だから、スキンケアはね、韓国系のものが私も好きなんですけど、中はこんな感じですっごいプルプルなんですよ。これを適量取って、これ今蓋を開けて取る感じのタイプなんですけど、チューブタイプもあるので、チューブタイプが好きな方はそっちをおすすめします。これを全体的に広げていくと、これでもう完璧で、朝私は1回
こう塗るって割りなんですけど、夜とかは2、3回ぐらい重ねたりとかしてます。昨日の夜も使ったけど本当に翌朝も肌がふわふわになるので、これも大好き。あ、で、そう、さっきも言ったけど Q10 目変わりでね、このドクター G も対象になるので、全商品しかも見てみてください。肌に優しいっていうのがとっても嬉しい。やっぱ敏感肌の方とか、特にね、この時期とかマスクをしてると荒れやすかったりするので、そんな弱った肌にも使いやすいです。こんな感じかな。もうこれでバッチリ、ツヤツヤバッチリって感じ。ちなみにこれもさっき言ったオリーブヨングで2年間1位を取ってるらしい。オリーブヨングってマジで行ったことある方わかると思いますけど、めっちゃ種類あるんですよ、ほんと。え、もうどれがいいかわかんないっていうぐらい種類あるんですけど、その中で1位マジですごくないですか信頼ができる。クリーム塗り終わったので日焼け止めを塗ります。ドクター G のグリーンマイルドアップサンプラス SPF50+ PA4+ です。これもね、めちゃくちゃ有名で人気のやつで、こんな感じになっておりまして、結構ホワイトな感じ。色はねそんなについてないんだけど、私はこれはね、なんか首だったりとかボディに主に使ってます。やっぱ紫外線ケアもねしていかないとと思って、ちゃんといい年なのでそう、この日焼け止め手とかにもね塗るんだけど、日焼け止めもオリーブヤングで3年間1位。韓国人ってやっぱみんな美白のイメージがあって、すごい UV ケアもしてるんだろうなって思うんですけど、使った感じもすっごいサラサラして、すごい私が好きな仕上がりです。全然ベタつかないから本当にサラサラになってめちゃくちゃ使いやすい。これもちなみに15秒に1個やってるらしい。ちょっと難しい話すると、ジンク無機系なんだけど、ちゃんと紫外線をカットしてくれて、でもってこの白浮きとか、日焼け止めってちょっと白くなったりするやつもあると思うんですけど、そういうのもないので誰でも使いやすい日焼け止めです。で、顔はまた違ったやつを使いたくて、なんかちょっとね汚れちゃったんですよ、申し訳ないんですけど、ちょっと汚れてしまったんですが、ドクター G ブライトニングアップサンプラス、これが SPF50+PA3+ です。さっきちょっとホワイトっぽかったと思うんですけど、こっちはちょっとピンクというかオレンジがかったような色味をしておりまして、これだからすごいトーンアップをしてくれるんですよ。なのでこれは顔に使います。なんか化粧下地とかとしても使えるので、こんな感じで使うのもおすすめなんですけど、これを広げていきます。これはねトーンアップをしてくれるんですけど、それが長時間続くっていうのが実際に検証で立証されてて、これも仕上がり的にはすごいサラサラとした感じなので、この後の化粧もしやすいし、夏場とかにもねやっぱおすすめですね。板つきが気にならないので、ちょっと肌トーンアップしたの分かるかも。自然な感じでトーンアップしてくれるので、これも誰でも使いやすいと思う。マジで本当あんまこすらないでくださいね。ほんとサラサラなんですよ、全然ベタベタした感じもなく、でもツヤはしっかりあって、軽いので重ね付けとかも私はしちゃいます。あ、で、そう、さっき Q10 の目変わりに対象だよって言ったと思うんですけど、ショップをフォローするとクーポンとかがもらえるので、ぜひ皆さんフォローしてクーポンもらっちゃってください。お得にお買い物しましょうせっかくだから。で、なんか割引だけじゃなくて特典もあるらしくて、お買い上げ全てのお客様にドクター G のベストセラー商品のお試しセットと、購入金額別にプレゼントとかもあるらしいです。ソン・ジュンギさんのフォトカードとかもあるらしいですよ。なのでぜひ皆さんチェックしてみてください。 OK、 これで紫外線対策もバッチリなので、よし、じゃあ髪の毛乾かすか。よいしょ。ちなみに今日ねめっちゃ早起きしたんですよ、私5時ぐらいに起きてびっくりした。まあでも昨日ね夜寝るのが10時ぐらいだったんですよ。早寝日っていうのもあってめっちゃ眠たくて速攻で寝ちゃった。よし、じゃあ髪の毛も乾かしたのでメイクやりましょう。よっしゃー、うん、ライトがむすい、なんか上にライトがあるから、よっしゃー、やるかー。てか本当肌のツヤすごいな。でもこれ不思議なことにめっちゃサラサラなんですよ。すごい上から重ねてツヤツヤにすることはいくらでもできると思うんですけど、鼻自体にツヤが出るスキンケアってなかなかないですよね。朝ねシャワー浴びたんですけど、このホテルのねシャンプーリンス優秀でした。結構髪の毛もねいい感じになって、なんかホテルのシャンプーリンスとかって結構あれじゃないですか、髪に合う合わないが。あー、びっくりした。
そうだ、タイマーをかけていたんだった。7時に2時間前に起きたわ。メイクのリーナ今日は、あー最悪、ブラシが落ちた。あれ何の話だっけ。あ、そうだ、シャンプーかそう、めっちゃ良くて、ここのシャンプーリンス結構なんかこだわられてるらしいんですけど、ホテルとか泊まる時もね、シャンプーリンスとかたまに持ってったりするけど、基本的にはホテルのものを使って、何度もトリートメントとかを持っていく感じなんですけど、いつもでもスキンケアだけは絶対持ってきたくないですか。私そっち派なんだよな。たまにホテルとかに化粧水とか乳液とかあるとこもあるんだけど、やっぱりスキンケアだけはちょっと怖くて絶対持参する。荷物になるけどね、ちょっと環境とかも変わるから絶対それでも影響受けちゃうし派だって。みんなどうですか、持ってく派、持ってかない派。てかみんな目代わり何買うんだろう。みんないつも買ってるものとかあるんかな。私結構なんかマスクとか買っちゃうかも。あれね、マスク髪の、その時に結構まとめ買いして買っちゃうな。私もずっと昔から、高校ぐらいの時からずっと使ってるけど、何年前だ、もう毎回この話になる気がする何年前だ、もう多分5、6年とか前だと思うけど、その時からあったのかな。ほんとここ最近私も目代わりとかすごい見るようになったけど、いつからあるんだろう。昔結構私スマホケースとか筆箱とか買ってたな、学生時代の時。あ、じゃあ中学校から使ってるかも。なんか一回ね、中学校の時に唇の形した筆箱使ってて、それも9点で買ったんですけど、めっちゃみんなにいじられてたな。マジでもうほんと唇の形のやつ。筆箱ってマジで変えた時のウキウキ半端なくないですか、あれなんかわかんないけど、新しくした時のモチベの高さ本当にやばい。毎日使うものだから、筆箱とか変えるだけで一気にモチベが上がる。家とかでも無駄に予習とかしてた気がするとにかく使いたくて、その筆箱が結構おすすめかも。筆箱変えるの気分転換になるし、いい気がする。そう考えると結構私文房具マニアだったかもな。まあめちゃくちゃっていう感じではないけど、学生時代はそれが一番楽しみだからいろいろ買ってたな。一回私サンタさんに文房具頼みましたからね、文房具セット、ピースマークのピースマークめっちゃ懐かしくないですか。一時期めっちゃ流行ったことない、いつだあれ、小学校全部ピースマークだった。マジで筆箱から下敷きから鉛筆、消しゴム、何から何まで狂ったようにピースマークだった。小学校の時に私ピースマークとドクロ骸骨にハマってたで、なんか中二病みたいな感じで思われそう。あとヒョウ柄か、めっちゃハマってましたね。小学校私服だったので、私服でなんかドクロのついた T シャツとかヒョウ柄のファーのジャケットとか羽織って行ってた。今考えるとヤバい小学生だな、普通にイケイケすぎでしょ。でもそう考えると小学校の時から私ファッション大好きだったな。自分でコーディネート決めて学校行ってたので、しかもその時なりの多分こだわりもあったと思う。あ、でもなんかスウェットとかでも行ってた、逆に。でももちろん今みたいなおしゃれなスウェットの着方じゃなくて、もうスウェットの上下で行って、ちょっとなんて言うんだろう中二病的なスウェットにサンダルにみたいな、あるじゃないですかやっぱ一回は。まあ今の子は多分そんなの着ないかもだけど、生きった感じの一回はみんな通ると思うけど、そういうファッションに憧れて、今思えば全然可愛くないけど憧れてやってたな、懐かしい。よし、じゃあメイク終わったので髪の毛、まあでも今日はね帽子かぶろうと思ってるのでちょっとだけアイロンします。今日は軽くストレートにします。もうそろそろ美容室行かないとな。だいぶ色落ちしてきたんですよ、この中のカラーが。ブリーチしてたので、ちょっと最初濃いめに入れてもらってて、だいぶ色落ちした。次どうしようかな、同じようにしようかな、悩むな。でも表面もう少しこの濃いカラー見えても可愛いですよね、絶対。暗い部分をくしてもらおうかな、悩む。よし、こんな感じでいくか。 OK、 じゃあ私服に着替えて最後コーディネートだけ紹介します。はい、ということで本日のコーディネートです。ちょっと見にくいんですけどこんな感じです。今日は白のホワホワのニット帽とコートに、ブラックに、ブラックのデニムにウエスタンブーツっていう感じです。でマフラーとね、という感じでございます。今日はちょっとモノトーンで攻めてみました。はい、ということでこんな感じで準備完了したので行ってきたいと思います。今日はホテルでのゲットレディービーということで、言えたかな今、
Get Ready With Me ということで、今回に泊まった DDD ホテルで撮ってみました。なんかまあいつもと違った感じで楽しくできたかなと思います。で、そうだ、スキンケアもね紹介したと思うんですけど、見てわかると思うんですけど、これはめっちゃサラサラなんだけど、すっごい本当に化粧のりもマジでいいし、ツヤンツヤンのツヤ肌になるので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。概要欄にもリンク貼っておくので、よかったらそちらからもぜひ見てみてください。キューテの目変わりも対象なので、お得にゲットしてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。